レーミンめっちゃ美味しい。選手になった気分だ。チョコ味。うま。スーパーサブ、シータク。開催まで時間がないので観客席に行って食べようかなと思います。それじゃあ行ってきます。はい、というわけでね、観客席にやってきました。それじゃあね、お腹めちゃくちゃ空いたのでご飯にしたいと思います。ポテトと唐揚げを買ってきました。お腹空いた。ご来場いただいたファミリーごとに間隔を空けてご利用で、そしてコーラ、私が一番大好きな飲み物に、やっぱこういうね、イベントごとにはもうこれを欠かせないですよね。間隔を確保するため、で設置しているほか、スタッフはマスク不全のお取り扱いの際は、うん、うまカフェ。場内ではなお、お食事の際はもちろんですが、屋外で周囲のお客様に向けてご案内させていただきます。あまり時間がないので、サクッと食べたいと思います。迫力がやばい。めっちゃすごい。小山の後ろにぴったりと戻ってくるみたい。小山が前に出て、この横 CC クラスのレースオープニングラップ、小山の後ろに大型唯一の女性ライブは宮野さんたちを応援してみたいと思います。どうなんだろう、全日本ロードレース選手権 ST600 開幕戦を制したのは小山です。しがみなの動画。はい、というわけで今ね、レース観戦が終わって、ちょうどね、雨がめっちゃ降り出しちゃったので場所を移動しました。そしてね、アイス買ってきました。ちょっと休憩いただきます。チョコ味。うまっ。チョコミルクやば、めっちゃ美味しい。いや、レース初めて観戦したんですけど面白かった、めっちゃ面白かったです。迫力もあるのもそうなんですけど、アナウンスする人の説明も分かりやすくて、すっごいね、楽しかったです。なんか結構接戦で間近でね、順位が変わったりするのを見れて、それもね、面白かったなと思います。てかイチゴめっちゃうまい。でもあれですね、レースが終わってめっちゃ降り出したので、観客席で雨にあまり降られず応援できてよかった。はい、というわけでホンダコレクションホールに到着です。はい、それじゃあ中の方に遊びに行ってみたいと思います。おう、すごっ、夢って書いてある。カブかな。おお、カブだ。スーパーカブ、シータク。いいね、かっこいい。結構綺麗な状態。はい、それじゃあね、バイクが展示されているところに行ってみたいと思います。初めて見たスポーツカブ C110。 この辺のスポーツカブシリーズらしい。これかわいいな、このスポーツカブ。色合いが絶妙、めっちゃかわいい。ホンダのモンキー、服のシートがかわいいね。車のブースを見に来てみました。車一周してみたんですけど、この車がめっちゃ可愛い。ガモスホンダです。デザインも丸みライトでめっちゃ可愛い。目、目、鼻、ほっぺた、ほっぺた、口みたいな感じ。しがみなの動画。いやー、残念なお知らせが、雨が降ってきました。うわー、いや本当に本当に、こういうレースイベントは初めて参加したんですけど、
いや、めっちゃ楽しかった。やっぱり私もバイク好きだったんだなと思って、やっぱいろんなバイク見れるのはね、楽しいね。バイクのマフラー音聞いたりとか、バイク乗ってる人を見るっていうのもすごく楽しいななんて思いました。はい、それじゃあね、アクション感もしまわないといけないので、とりあえずね、途中の休憩場所まで進みたいと思います。はい、というわけで道の駅休憩です。ここはね、道の駅はがっていう場所に来ています。あたりはね、雨降ってます。で、休憩なんでちょっとコーヒー買ってきました。コーヒーとたい焼き、たい焼きです。ここからめちゃくちゃはみ出てるたい焼きです。じゃあ、いただきます。たい焼きは皆さん、尻尾派？頭派？ヘルメットかぶってると髪の毛がぺちゃんこになってる。やばい。揺れて。私は頭派でも尻尾派でもなくて、出した時にたまたま出たところを食べてます。もう雨の中ね、走るとね、バイク結構消耗するんですよね。ちょうど使いました。しがみなの動画。はい、というわけでね、道の駅はがでした。いやー、たい焼きね、絶対に美味しかった。生地がね、めっちゃもちもちで、久しぶりにね、あたりのたい焼き食べちゃいました。それじゃあね、本日など宇都宮に向かいたいと思います。まあそんなわけで、今回はツインリンク茂木に遊びに行ったわけなんですけど、今日ね、何が一番楽しかったかっていうと、ツインリンク茂木のコース走行、あれがめちゃくちゃ楽しかったです。いや、久しぶりに、うわー、私生きてる、人生最高の瞬間だーというね、思いに駆られました。あー、雨が止んでると気持ちいい。で、コース走行何が良かったかっていうと、選手たちがね、ここを走ってるんだって思いながら走るのも楽しいし、あとは観客の方が手を振ってくれたりとかするので、まるでね、有名人になったかのような気分になりました。うわー、桜が咲いてる。いや、ちょうどいい季節だね。まあでもちょっと終わりかなって感じ。私が見た時からはスタートとね、ゴールが見える位置だったんですけど、レース観戦ってまず何が面白いかっていうと、そもそもね、バイクが好きだから、身近にすごいスーパーマシンをね、見れるっていうのがまず楽しいのと、あ、バイクの迫力って本当に凄まじくて、音がとにかくすごい、圧倒されちゃいましたね。はい、というわけで、まあ今回は2日間のね、ツインリンク、モテギツーリングだったわけなんですけど、いやー、本当にね、めっちゃ楽しかったです。メインのね、レース観戦も結構楽しかったんですけど、イベントもあったりとかして、もう丸一日ね、楽しんじゃいました。本当にね、バイクがね、好きな人であれば、今まであんまりレースには興味なかったけどっていう人も、すごいね、楽しめると思うので、まだね、レース観戦したことがないよっていう方は、ぜひね、行ってみてほしいなと思いました。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってるので、概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。